炎生寺は、奈良市山町にある臨済宗明神寺派の天寺。三号は、不問山。文里市女王が創立。怒るの中宮の寺、佐保寺の北家寺と共に、大和三門関と呼ばれる門関寺,寺院である。加道の三村五流の家元でもある。別名、三村五天。三島幸男の小説、北上の海に再三登場する、ガツオサム寺は、 円章寺をモデルに描かれている。非公開寺院のため廃館は不可となっているが、2010年11月15日から19日までの間に平地路線と1300年記念事業の一環として特別廃館が実施され、抽選で選ばれた千人を対象に本堂と奥五天庭園、本尊の木造女遺林、観音像が公開された。ご水の御天皇の第一王女であった。 文里氏女王は、官営十七年、二十二歳で、一子文盛を師として出家し、大通文地にとなった。大通文地は、翌官営十八年、京都の修学院の地に草案を結んだ。これが、延章寺の始まりである。明暦元年、小水の王による修学院の山荘の造営に伴って、延章寺は、移転を迫られ、翌明暦二年、 ママ母である中宮の東福門院の助力により、大和国江上郡、八島の地に移り、八島御所と称した。さらに、東福門院の申請により、幕府から200国の寄進を得て、漢文9年、八島の近くの山村の現在地に再度移転した。以後も、歴代十字として王女が入事し、山村御所と呼ばれた。文里市新女官院大通大師、 ごみズノ天皇王女分期母大神院大官に、大前寺霊元天皇王女、文王星上院大錆に大前寺霊元天皇、王女分、通る関喜神院大、通るに大前に桜町天皇、養子文上常王院大岐に大前に、皇格天皇養子、文秀最小神院大地に大前に、皇明天皇養子よ、綾住泉文孝広主元臣院、修山に大前寺、 この絵忠弘幼ろ文鮮大寺震院、志津、山に大禅寺、山本実の女、しずさん、村上良順うの東方の墓地には、ごみずのお天皇の御子、霊源天皇の御子らの墓がある。立ち入りができるのは参道のみで、山門から先は、非公開である。ありがとうございます。